どうもチャックバスです。今私は、ニュージーランドのオークランド国際空港にいて、今からね、ストラタラウンジ、この空港でプライオリティパスで入れる位置となっておりますので、今回紹介させていただきたいと思います。それでは行きます。こちらがラウンジです。ストラタラウンジで名前合ってるんですかね。ひとまず行ってみたいと思います。ではラウンジ入ってきました。ちょっとね、見てください。巻き寿司とかね、これ味噌スープ、スプーンで食べる味噌汁っていう感じです。あとサラダいただきました。それではいただきたいと思います。トマトジュース、いやどうなんですかね。醤油もなんかスプーンでかけるみたいな。でわさびも何かで溶かれたわさびはね、スプーンですくうみたいな感じなんで、美味しいんでしょうか。きゅうりとたくあん、むちゃくちゃうまいっす。普通に美味しいっすね。美味しい。ちゃんと試して巻かれてます。味噌汁。スプーンで食べる味噌汁っていうのもユニークですね。これもちょっと薄めですけど美味しいです。香辛料系の、ね、癖が出てるんですね。多分人参だと思うんですけど、美味しいです。人参かな。かぼちゃかもしれないです。味覚が終わってるんでね。あともう一個の種類のお寿司、中にチキンが巻かれてるっぽいです。巻き寿司はバッチリですね。美味しいです。味噌汁も美味しいし、あとこちらサラダで、マヨネーズみたいなソースがあったので、マヨネーズソースで。
美味しいです。まさかニュージーランドで、ね、日本食が食べれるとは思わなかったですね。氷のトマトジュースみたいな。で、このラウンジは、プライオリティパスでね、無償で入れます。で、3時間まで利用可能ということになっております。どうやらね、シャワールームはなさそうですね。ざっと見たんですけども、ちょっともう一回後でじっくり見て回って、あるかないか、ね、字幕で出すようにしますね。食事が美味しいってないですよ、本当に助かります、プライオリティパス。この今ここニュージーランドのオークランド国際空港なんですけども、そんなにね、空港自体はそこまで大きくないんです。このぐらいの規模はね、移動しやすくていいです。本当にすごい大きい空港だとね、ゲートまでとかもね、ある程度余裕を持って移動しなきゃいけなかったりしますので、それではサクッと食べて、3時間ね入れますので、まあちょっと PC 作業でもしてゆっくりしようかなと思います。いかがだったでしょうか。今回はストラタラウンジ紹介させていただきました。こちらプライオリティパスで3時間利用できるラウンジとなっております。食事、シャワー、アルコールなどもありますし、日本食もね、まあ、少ないですけどありました。とてもおすすめのラウンジとなっております。この動画が役になった方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ツイッターブログもやっておりますので、もしよかったらチェックしていただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。